山高帽をかぶった男性ロンドンの露店で陳列される山工房山工房。山高帽子はイギリス発祥の帽子である。主に男性用。山の高い帽子の総称として用いられる場合もあるが、本校はボーラーハットについての記述である。固く加工したウールのフェルト製の帽子で、半球型のクラウンと巻き上がったブリムが特徴。 クラウンの高さやブリムの反り具合は時代ごとに流行がある。色は黒が基本色だがグレーや茶系統のものもポピュラーである他に赤や青、紺、白など様々な色が存在する。山カ墓は後にレスター伯爵となるトーマスコーク教のために1850年にイギリスで初めて作られた。ロンドンセントジェームス街の帽子商ジェームズ ジョージ・ロックは、顧客であるトーマス・コークが馬上で低木枝から頭部を保護できるようなアイアンハットという硬い帽子をデザインして試作品の作成をサザクに工場を構える帽子製造業者、ウィリアム・ボーラーに依頼。ボーラーが帽子の試作品を完成させた。ロックは、その帽子を顧客の名にちなんで、コークハットと呼ぶように主張したためコークハットと、 ボーラーハットの名称が混在する時期があったが、帽子の形状がボールを連想させたため、ウィリアム・ボーラーにちなんだボーラーの名称が、サザク周辺から定着して広まった。このような経緯から、現代でも一部では、コークハットの名称も用いられている。もともとは乗馬用の帽子であるが、上流階級がこむるシルクハットと労働者階級が、 コウムルフェルト製ソフトハットの中間的な帽子として街中でコウムる人たちが増え始め19世紀末にイギリスで人気がピークに達したその後チャーリー・チャップリン等の映画の登場人物や多数の著名人に愛用されたこともあり世界中に普及したがイギリスでは1960年頃には廃れてしまった現在は 世界中で伝統をもんじる保守層や新たな若者層などに支持されている。日本では、慶応の頃から定期的にヨーロッパから帽子が輸入され始め、この時期に初めて山工房も輸入されたと思われる。1871年8月9日に3発脱刀買ってレが大上官布告され、1873年1月13日に、 洋式を取り入れた、絵図姿入り大礼複製の改正交付、同年3月20日に、明治天皇の断髪に至ると、文明開化の時流に乗って、明治政府公館や財界人、その他市民の間で、山公募は大流行した。イギリスからの輸入は、相当量だったようで、1890年に、渋沢栄一、増田隆、増田勝則、 馬越京平などの財界人によって、帽子製造会社が設立され、日本でも山カ帽の製造に着手したが、この際に、イギリスから招兵した義士二人をめぐって、輸出量を減らしたくないイギリスの帽子輸出業者が、激しく非難したというエピソードも残っている。当時は、急激に洋想文化を受け入れた時期であったため、生活様式の変化に戸惑う市民の間では、 門付き羽織墓場に二重回しのマントを羽織り、山高帽をかぶって、革靴を履くという和洋折衷のスタイルも見られた。発祥の地であるイギリス等では、ボーラーハットの名称が一般的だが、世界各地では様々な故障が用いられている。元来男性用の帽子だが、ボリビアなど南米の一部では、女性もかぶっている。ヤマタカ帽がトレードマークとして知られる著名人や、 映画などの登場人物を例としてあげる。ありがとうございます。